ブス、ガチンコマッチクラブの久保です。今日はですね、面白いアプリを見つけましたんでミスタイムさんに紹介したいと思います。それがですね、 HIIT ってやつです。あのヒットってやつですか、ヒートってやつですか。あの猛烈な運動をする、そして猛烈なこうインターバルを取るという、この繰り返しで筋肉をもう瞬間的に鍛える、そして脆肉を瞬間的に落とすみたいなのがありますけども、こちらの方のアプリがね、ヒートタイマーってやつです。ここに3分50秒って出てますけども、ちょっとわかるかな、ちょっとスクリーンショットを見て説明しましょうか。3分50秒って書いてあるのは分解すると、4分ですね。4分の中でも30秒ごとに割ってます。30秒をかける8でできてますね。30秒のうち20秒は猛烈な運動、10秒がインターバル、これがワンクールになってかける8で3分50秒ができています。で、上から順番に見るんですけども、運動時間ほら20秒って書いてるでしょ、で休憩10って書いてるでしょ、でこれを4回やるのをエクササイズ、そしてセット数が 2×ですから合計で4分になります。4分で猛烈に体が鍛えれる、そのためのタイマーがこちらのヒートタイマーになってますよね。これね、再生ボタンを押すとぐる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 回し出しますから、まあまずはね、なんかあれですよね、あれがあるんじゃなかったかな、いいですか、これ押しますと、これ押しますよ、押すとまずは10秒の予告期間があるんですよ。この間にちょっと息を整えてカウントダウン3、2、1を待ちます。はい、ヒート開始。20秒で猛烈な運動をします。ぐるーっと一周すると20秒なんですけども、例えばね、スクワットをしながらこれを待つとね、ものすごいね、長いように感じます。スクワット猛烈に勢いでわわわわわってやるわけですよ。で、あと5秒。これが地獄ですね。地獄の5秒。はい。はい、10秒はクールダウンなんで、足を緩やかにちょっとね、マッサージするなり、ブラブラするなりしましょう。でもあっという間にね、今度は5秒が近づくでしょ。はい、ヒート開始。スクワットもう1回しますよ。次の20回のスクワットがもうむちゃくちゃきついということなんですよね。で、先ほどの10秒があっという間に過ぎたんですけども、今回の20秒はなかなかね、来ないんですよ。すごい時間の感覚が変わりますよね。はい、じゃあ次の10秒のインターバル入りますけども、はい、どうでしょうか。はい、10秒インターバル入ります。で、この後に何をしようかなと、ダッシュでもしましょうか。ダッシュ、ダッシュを20秒しますよ。4、3、2、1、これダッシュだ、うりゃーって走りますね。20秒のダッシュで、まあ私の場合も大してそんなに、ね、遠くまで走れないんですけども、やってみようかと思います。まあこういう方の繰り返しでね、ヒートトレーニングができるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、いかがだったか。まあなかなかいいでしょう、これ。このアプリでちょっとヒートをね、やっていこうかと思います。また面白そうなアプリがあったら紹介してください。